US Air 5050 50便離陸失敗事故は1989年9月20日にラガーディア空港をシャーロット・ダグラス国際空港へ向けて離陸を開始した US Air 5050 50便が離陸を中止したが停止できず滑走路をオーバーラン、バワリー湾に突入した事故である。同系機のボーイング737から 400US Air 5050 50便は定期便ではなく 欠航となったニューヨーク州ラガーディア空港からノースカロライナ州シャーロットダグラス国際空港へ向かう定期便 US Air 1846便の代替便であった。5050 50便にはボーイング737から400が充当された。事故機はもともとピードモント航空の所有する機体で1989年に US Air が ピードモント航空を買収した際に US Air の所有機となった。事故機の飛行時間は2235時間であった。5050 50便の機長は当時36歳のマイケル・マーティンであった。マーティンはアメリカ空軍の C-130 パイロットとしてパイロットキャリアを開始し、事故当時は空軍予備役軍団のメジャーランクを保持していた。 マーティンは1984年に US a の子会社であるピードモント航空に雇われ、ボーイング727の航空機関士を1年、勤めた後ボーイング737に移った。マーティンの航空会社の機長としての訓練は2回、中断された。1回異目は空軍予備役軍団の配属によるもの、2回目は個人の病気によるものであった。マーティンは、 事故時点でボーイング737で2625時間飛行しており、うち737から400の機長としての飛行時間は140時間であった。5050 50便の副操縦士は当時29歳のコンスタンティン・クレイサスであった。クレイサスは事故の3ヶ月前にピードモント航空に雇われており、5050 50便が操縦教官による監督なしでの離陸を行う。 初のフライトであった。どちらのパイロットもコックピットのリソースマネジメントに関する正式な訓練を受けていなかった。事故当時の空港は、気象条件が悪く、指定も短く、滑走路は濡れていた。それにもかかわらず、マーティン機長は、出発前にクレーサス副操縦士と離陸中止などの緊急時の手順について話し合わなかった。ラガーディア空港。 事故機は滑走路31を写真上から下に向かって離陸滑走を行い滑走路先のバワリー湾に突入した。5050 50便は滑走路31からの離陸許可を得た。滑走路31はバワリー湾に突き出たデッキで終わる全長7000フィートの滑走路である。滑走路31に侵入後、副操縦士が離陸時の操縦を担当し5050 50便は 加速していったがしばらくして機体が左にそれていった。このため機長は前足走行輪を使用して方向を修正しようとした。しばらくして彼らはバンという音を聞き、それからゴロゴロという音を聞いた。この音は機長が前足走行輪を不適切に使用したためにホイールが外れ左前足から空気が抜けた音と考えられている。この音を聞いた機長は 複操重視から操縦を引き継ぎ離陸を中止したが、滑走道端までに停止させることができなかった。機体は滑走道端をオーバーランした後、木製の侵入投資中に衝突した。機体は3つに分解し、機体前方は倒れた支柱に乗りかかる形で、海面上に止まり、機体後部の一部は海面下に沈んだ。L1 ドアと L2 ドア以外のすべての出口は、 避難に使用された。シニア客室乗務員のウェインリードは L1 ドアを開けることができず、L2 ドアは水がキャビンに入ってきた際に一度解放され、ケリードの番によって閉められた。客室乗務員のスーザン・ヘアルソンは R1 ドアを開き脱出用スライドを展開した。R2 ドアを開いた客室乗務員、ジョリーン・ギャルミッシュは脱出用スライドが上に展開され、 出口を塞ぐかもしれないと考え、ドアを開く前に脱出用スライドの展開を解除した。また、4つ全ての主翼上の緊急脱出ドアが避難に使用された。座席21階と 22A に閉じ込められていた最後の乗客は事故の約90分後に救出された。乗員乗客63人のうち乗客2人が死亡、乗客15人が負傷した。 NTSB は調査中に多数のクルーの調整問題を発見した。これは5050 50便の離陸失敗という結果に関係していた。機長は副操縦士にステアリング操作を促すため、君がステアリングを持てと言おうとした。しかし、誤ってステアリングを持つと言ったため、副操縦士は機長がステアリング操作を行うと解釈した。これにより、副操縦士は 方向打を踏む力を弱めてしまった。結果、機体は左にそれ出してしまった。B737 から400のパイロットシート間、センターコンソール後部のラダートリムコントロールとラダートリムポジションインジケーター。出発前チェックリストと離陸前チェックリストを実行した際に、パイロットはインジケーターの針が中央にあることを確認しなければならない。 デジタルフライトデータレコーダーを分析したところ、ラダートリムは左端に移動していたが機体はゲートに駐機されていた。ゲートに駐機中はフライトデータレコーダーへの電源がオフになっているため、NTSB はラダートリムが左端まで移動した理由を特定することができなかった。最終的に誰かがジャンプシートに着席し、コントロールペデスタルの上に足を置いていて誤って、 トリムノブを切り替えたと推測された。このノブは、そこから突き出た平らでまっすぐな部分を持ち上げていた。この事故の後、同様の事態を防ぐためにボーイング737の、ラダートリムノブは丸みを帯び、台座の後部の周りに高い隆起部が追加された。離陸前チェックリストを行った時点でパイロットは、ラダーの異常に気づくはずであったが、パイロットはその時点で、ラダーが、 ゼロトリム位置にあることを確認しなかった。機長はまた、滑走路へのタキシング中にラダーペダルが不均等に4、インチ変異し、前輪が左に4度傾いていることに気づかなかった。NTSB は、結局、事故機が離陸するまでの間に機長がなぜ、ラダーペダルの位置のずれ、常時左折しようとする機体の傾向、出発前と離陸前の2度のチェックリストの確認項目に入って、 いるなどラダーの異常に気づくチャンスがあったにもかかわらず、異常を認識できなかったのかを理解できなかった。レポートで論じられている、安全上の問題はボーイング737から400のラダートリムコントロールの設計と位置、離陸中の乗員の調整とコミュニケーション、乗員の組み合わせ、そして衝突時の生存可能性である。これらの問題に対処するための安全勧告は、 連邦航空局及びニューヨークニュージャージー港湾公社に対して行われた。5050 50便の2人のパイロットを代表する労働組合であったアルパはパイロットを隔離し薬物とアルコールに対するいかなる検査も無意味となる時間までパイロットの居場所を明らかにすることを拒んだ。この行動に当然ながら NTSB の捜査官は非常に怒り、 非常に珍しく強い声明が公式の事故報告に含まれることになった。安全委員会は事故の約40時間後まで連邦捜査官が5050 50便のパイロットと話すことを許されなかったことを非常に心配している。パイロットに面会し彼らに毒物学的サンプルを提供させるという US Air とアル p への具体的な要求は事故の約10時間後と 約20時間後になされた。US Air の代表は、パイロットがどこで隔離されたのかわからないと述べた。航空会社パイロット協会の代表は、パイロットがどこにいたのかもわからないと、最初に述べ、その後彼らの位置がメディアによって見つけられないように差し控えられていたと述べた。これは調査プロセスをかなり複雑にした。このような長期間にわたるパイロットの隔離は、多くの点で、 連邦政府の調査と干渉しており実行不可能である。FAA は事故の44時間後にパイロットがようやく姿を現した際にパイロットが NTSB の事故調査官に面会することを強制する召喚令状を準備中であった。FAA はパイロットが墜落後速やかに捜査官に面会しなかったために免許の緊急停止を処理していた。パイロットは 血液と尿の両方のサンプルを提供するよう要求された。パイロットはアルパの弁護士の助言によりいかなる血液サンプルの提供も拒否したが尿サンプルは提供した。アルパ当局者はメディア記者から提出された質問への回答を拒否した。地元の法執行当局者は機長が離陸直前に混乱して不合理に行動していたと墜落後に警察に通報が 入ったためその噂を追跡し始めた。しかし、彼らはその噂を裏付ける証人を見つけることができなかった。FAA は、パイロットが最終的に姿を現した直後に免許を停止した。国家運輸安全委員会はこの事故の推定原因は、機長が離陸を中止するために適時に指揮権限を行使しなかった。または、離陸を継続するための十分な制御を取らなかった。 ことであると判断した。また、離陸が開始される前に、ラダーの異常に機長が気づかなかったことも原因とされる。ありがとうございます。